で最後、少しだけ時間を使って将来どうなるかですけれども、こういうのにも、シミュレーション使えるんですけれども、青いところは水資源が増えるところで、赤いところは減るところです。ただこれ砂漠の真ん中は変化率で示しているので、例えば50ミリぐらいしか水資源使えなかったところに20ミリ足すと4割増えるんですけども、これだけじゃ足りないですね、水資源。なので絶対値で見るか割合で見るかですが、こういうところよりは一番問題は中央アジアから地中海沿岸のヨーロッパ、あるいはアメリカ、それからオーストラリア、こういうところで水資源将来減るんです。ヨーロッパが今一生懸命その温暖化対策しようとしてますが、一つのやっぱモチベーションは彼ら灌漑用水足りなくなるの分かってるんですね。でこれは平均的な値ですけれども、それだけじゃなくて、上は20世紀における100年に一度の洪水っていうのが21世紀には何年に1回起こるんだろうかっていうのを見てます。そうすると、20世紀に100年に一度だったのが、例えばこの色だと25年から50年に1回、つまり同じ100年に1回しか起こらなかったことが2倍4倍の頻度で起こるようになるわけです。それは洪水の頻度が上がる。で逆にこちら側は低水流量といって1年間365日の流量を並べて、下から 5% 上から 95% のところの、15日ぐらいのところの流量です。それは減るところと増えるところがあります。で問題はですね、洪水の頻度は増えるのに、そういう低水、普段の一番水が少なくなる時の流量が減って、干ばつのリスクが上がる、危険性が上がるところが世界中にあって、日本も、関東よりも西はどちらかというとそういうところだっていう話です。で最近はこういうことだけじゃダメで、20世紀の基準で100年に一度の洪水にさらされている世界の人口はどのぐらいか、過去はいいんですけども将来どうなるかっていうのは、今後人類がどのぐらい温室効果ガスを出すかによります。で今ちょうどペルーで今後どうするかって国際会議やってますけれども、あれでよしみんなで頑張って減らすぞって言ってかなり頑張った場合には、今だいたい年間2500万人ぐらいがリスクにあるんですが、将来もそのぐらいで済む。ところがよしいいから、将来になったらきっと何かいい技術があって温暖化も止まるし洪水だってなんてことないよっていうふうになれば、7500万人ぐらいがそういうリスクにある。つまりどういう社会にしていくか、今後どのぐらい温室効果ガスを出すかによって、例えば洪水のリスクにさらされる人の人口っていうのは3倍違うっていうふうな推計結果もあって、これはうちの卒業生の女子学生だったのが今東大の准教授をしていて、彼女がやったクライメートチェンジのした結果ですね。結局どういう社会にしていくかによって将来変わるんですね。皆さん今まだ高校生で、なんか大人が作った社会の中にいて、自分たちのできることは無力だなと思ってると思います。僕は皆さんの3倍ぐらい生きてるんですけど、3倍生きると分かってくるのは、まず、社会に対して文句がだんだん言えなくなる。なんでかというと、今の世の中が作られるところに多少なりとも関わってるわけです。それ自分の責任もある。逆に20年前30年前にできなかったことができるようになったことの一部は自分ができたということで嬉しくもある。だから皆さんは、なんか温暖化で大人が作った社会でもうなんか絶望的だと思ってる人もいるかもしれませんが、それは間違いで、こっからどうなるか皆さんが作るし、皆さんが50、60になった時に、ちょっといい社会になったなと思えるかどうかっていうのは、まさに皆さんがこれからどうするかによる。で気候変動もすでにもう温暖化でなんか地球が壊滅的になることは決まったかのような言われ方をする報道があるかもしれませんが、そんなことは全然なくて、ローカルからグローバルまで、これからの環境とか社会がどうなるかは皆さん次第だというふうに僕は思います。